ディールハイムはドイツビュルテンベルク州ラインネッカー郡に属すマチソン。ディールハイムはラインネッカー大都市圏の一角をなす。暗い日ガウの西端に位置し、オーバーライン地高帯に面している。南はバレンベルクの森に覆われた斜面が境界となっている。この山の最高地点海抜247.8メートルはディールスハイムの町内に位置している。ディールスハイムの中心部び ホレンベルク地区、バルツフェルト地区の中心部をバルツフェルト地区で湧き出したライムバッハ川が東から西に流れている。近隣の大きな都市にはビースロフホ、ハイデルベルク、ジンスハイムがある。この町はクビウのディールスハイムのほか、4つの地区、ホレンベルク地区、バルツフェルト地区、ウンターホーフ地区、オーバーホーフ地区で構成される。ディールスハイムに隣接する市町村は 北から時計回り、ビースロフホ、メッケスハイム、ツーツェンハウゼン、ジンスハイム、ミュールハウゼン、ラウエンベルクである。1985年までのディールハイムの紋章、ディールスハイムは767年のロルシュ文書中に、ダイエレニムとして、初めて記録されている。1272年に、シュパイアー市協領主が、村の半分を購入した。実金家、ローゼンベルク家、 メンチンゲン家、ナイペルク家、ゲンミンゲン家が領主した部分も1512年までにシュパイアーが獲得した。30年戦争やプファルツ継承戦争でディールハイムは破壊された。1803年の帝国代表社会議主要決議によりシュパイアー領は世俗化されディールスハイムはバーデン領となった。1972年にバルツフェルトやオーバーホーフ、 ウンターホーフを含むホレンベルクと合併した。1972年までのホレンベルクの紋章、ホレンベルクは旧ローマ街道沿いに位置する。この道は中世にはシュパイアーからビンプフェンを経由し、ニュルンベルクに至る帝国道路として利用された。1220年頃、この道路を守るために城が築かれ、その周辺に小さな集落が形成された。 1272年にホレンベルクは初めて文献上に明記されている。この記録からシュパイアー司教ハインリヒが個人資産でこの城を司教本部のために獲得したことがわかっている。1462年から1498年までのシュパイアーはホレンベルクをプファルツ選定校に譲らねばならなかった。30年戦争でこの村は破壊され、 1803年にバーデン領となった。1932年にオーバーホーフを呼び、ウンターホーフがこの町に合併した。バルツフェルトは、おそらく1000年頃にはすでに成立していたのだが、中世以降は、より新しい村であるホレンベルクに取り込まれていた。1306年にバルガスルトとして、初めて文献上に記録されている。政治的な依存関係とは、 対照的に、教会組織の上では、バルツフェルトが首優であり、ホレンベルクはその下部教会となっていた。1705年から1966年までの間に7回政治的独立の試みがなされたが、いずれも失敗している。1932年までのウンターホーフの文章、ウンターホーフは1341年にインフィリアイキューリアとして、 初めて文献に記録されている。この村は何、世紀にもわたって三つの農場からなっていた。バーデン領に移行するまでずっとシュパイ版ー司教本部に属した。1932年にホレンベルクニが安定した。1932年までのオーバーホーフのモンショーディールハイムで最も小さな地区であるオーバーホーフは1341年にスペリオレキューリアとして 初めて文献に記録されている。この村は、ウンターホーフと歴史を共にし、19世紀までは、肥沃な土地のため、ウンターホーフよりも大きな村であった。その後、場所が不便なこともあり、人口でウンターホーフが凌駕した。1932年に、ホレンベル国が合併した。何世紀にもわたって、シュパイアー市教本部寮であったことにふさわしく、住民はほとんどもっぱら、 カトリック教会カトリック信者である。近代になっても、住民の宗教比率の移動はわずかであった。2007年の時点で、カトリックが76%、プロテスタントが16%である。残りは、その他の宗教もしくは無信仰である。ディールハイムの議会は、議長を務める主張のほかに、5年ごとの選挙で選出される20人の議員で構成される。ホレンベルクには、 地区議会もある。主張は8年ごとの直接選挙で選出される。2017年以降現職の主張はトーマス・グラスブレンナーである。ズンガラ、青字に、端から、端までの銀の十字。各領域に合わせて4つの銀の星。十字の中央にかぶせるように小さな縦型。小縦の中には大文字の D が書かれている。この文章は、 かつてのディールハイムの紋章とホレンベルクの紋章を組み合わせたものである。どちらの紋章も青地に、端から端まで貫く銀の十字で構成されているが、これはシュパイアー司教本部の紋章に基づいている。旗は白から青で紋章と共に1985年にラインネッカー軍当局の認可を得た。オーバーホーフの礼拝堂ディールハイムの南を、 アウトバーン A6 号線が走っている。ディールハイム及びホレンベルクを修道 L612 号線が通過している。周辺の町にはバス路線が通じている。ディールハイムはラインレッカー交通連盟のサービス提供地域である。過去にはビースロッホ、バルドルフからビースロッホュタット、アルトビースロッホ、ディールハイム、ホレンベルク、バイアータール、シャットハウゼンを経由して、 メッケスハイムに至る鉄道の支線があった。この路線は1901年5月14日に開通し、1980年に旅客運行が、1990年には貨物運行も廃止された。開通直後の1901年10月16日には、早くもラウェンベルク、ローテンベルク、タイルンバッハ、ミュールハウゼン、アイヒタースハイム、ミヒエルフェルトを経由して、 バルトアンゲルロッフに至る支線の建設が開通した。ビースロッフメッケスハイム、バルトアンゲルロッフ線の所有者は初めバーディッシュローケル、アイゼンバナン AG であったが、1932年からは、ドイチェアイゼンバーンビートリブスがセヨシャフトとなっている。ありがとうございます。